インヘデ、ブルーインはオランダバーレンドレヒと生まれの競泳選手。オリンピック女子競泳種目で合計4つの金メダルを獲得した。デブルーインは競泳をするようになるまでにいくつかのスポーツを試みた。彼女は1991年の世界水泳選手権で世界大会にデビューを果たし、オランダの400メートルフリーリレーチームの一員としてに出場し、 銅メダルを獲得した。彼女はこの大会の前にすでにヨーロッパ選手権で金メダルを獲得していた。翌年、デブルーインはバルセロナでオリンピックデビューを果たした。そして100メートル自由型と400メートルフリーリレーで8位を記録した。彼女は翌年からも誰にも劣らずに泳ぎ続けたが、1996年アトランタオリンピックには参加するための意欲が十分。 保てなかったため出場できず自宅で過ごすことになった。彼女はすぐにこの決定に後悔しトレーニングのためアメリカに渡ることを決断。1999年の世界水泳選手権で50メートル自由型に優勝し復活した。翌年の2000年、いくつかの世界記録を携えてシドニーオリンピックに出場。50メートルと100メートルの自由型。 100メートルのバタフライで世界記録を記録し金メダルを獲得した。この時の世界記録は現在も破られておらず最古の世界記録になっている。さらに400メートルフリーリレーにオランダチームで出場し銀メダルを獲得した。結果彼女は無敵のインキーというあだ名が付けられた。彼女は2001年の世界水泳選手権で50メートル、100メートル、 自由型と50メートルバタフライで優勝しその地位を確立した。そして2003年の世界水泳選手権でも50メートル自由型と50メートルバタフライで優勝した。2004年のアテネオリンピックで彼女は50メートル自由型の金メダルを維持し、100メートル自由型でも銀メダルを獲得した。そして100メートルバタフライと400メートルリレーで銅メダルを獲得した。 2007年に現役を引退した。デブルーインは、オランダのアイントホーフェンに住んでおり、1年間のうち一部は、アメリカオレゴン州のポートランドでトレーニングしている。PSV アイントホーフェンの水泳チームに所属し、ピーター・ファンデンホーェンバンドは同僚である。ありがとうございます。